皆様、本日はお天気の悪い中、TUA ミネルタスの発表にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。本日、MC 兼演者を務めさせていただきます、小林由紀人と申します。どうぞ最後までお付き合いください。それでは、本日の注意事項、本日の演目中の注意事項に移らせていただきます。まず、演目中の、飲食についてですが、ちょっと暑いこともありますので、お飲み物のみ OK とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。またですね、演目中の出入り、トイレ、お互い等に出られる際は他のお客さんの迷惑となりますのでお静かにお願いいたします。そして演目中の撮影、録音等も禁止となっておりますのでそちらの方も合わせてご注意ください。それでは本日演目一つ目、セミという演目をやらせていただきますのでどうぞ皆様最後までご清聴ください。それでは失礼いたします。仕方ない。ズボンズボン、よいしょっと。あ、挟んだ。うわぁ。ネクタイ。よし、いざ。大手広告代理店に就職。年収は2000万。愛車はポルシェ、妻は元モデル。何の不満のない順風満帆な人生を送っているはずだった。しかし実際のオラは三流大学をギリギリで卒業。就職したのは希望した広告代理店ではなく、年収も300万弱、愛車はママジャリ、ちなみに名前は内蔵号、妻どころか彼女すらいねえ。不安と不満ばっかりの逆人生を送ってる。なあ、おはようございます。ふう、間に合った。続いて。あ、はい、何でしょうか、部長。何でしょうかじゃない。なんだこれは。昨日頼まれていた書類です。作成、残業してなんとか作成しましたよ。ダメ。え？こんな書類じゃ今日の会議で使うわけにいかん。誤字脱字はもちろん計算も間違っている。どうしたら予算2000万のところを2億にできるんだ。それはその、確か宮下にも頼んでおいて正解だったよ。宮下にも。今年入ったばかりなのにお前なんぞ100倍使えるわ。いいか、残業代は出さんからな。当然だ。それといつまでも本社勤務でいられると思うなよ。そんな。どうしたんですか、ついてさん。鈴木さん、顔が死んでますよ。まるでこの世の服を全部背負い込んだみたい。まあ名前がじゃ忘れてもいないかな。部長に怒られたくらいで何言ってるんですか。部長に怒られるって相当だよ。もう、
ついてさん、ご飯食べました？いや、まだだけど。ちょうどよかった。実はお弁当作りすぎちゃって。よかったら一緒に食べませんか？あ、いいの？悪いな。お口に合えばいいんですけど。どれどれ。麻婆茄子にイクラと鮭の親子丼、セロリのサラダと牛乳です。うわー、おいしそう。俺の嫌いなもんばっかりじゃねえか！でしょ？結構自信作なんですよ。とりあえず麻婆茄子からいただこうかな。これなら鏡で茄子の味をごまかせるはず。茄子は親戚から送ってもらったんですけど、すごく美味しいので素材の味が分かるように辛味を抑えてあるんです。へえ。いただきます。どうですか？どうですかじゃねえんだよ、激マサトだよ。ちょっと可愛いから調子に乗ってんじゃねえぞ。これで彼氏でもいてみろ。ぶっ殺してね。うまい。本当ですか？よかった。このみずみずしいナスの旨みとひき肉ネギ豆板醤が一体だって俺の脳なんだじゃないっすよ。そんなイケメンじゃねえし。そうっすね。お前な。いや、俺ほどじゃねえよ。なんそんなことより今日飲みに連れて行ってくれるって言ってたじゃないっすか。ああそうだっけ。もうちょっとちょっと忘れるなんてひどくないっすか。俺今夜すげえ楽しみにしてたんすよ。ああそうか、じゃあ行くか。さすが先輩、俺いい店知ってるんでそこ行きましょう。あ、そうだな、そこ行こう。ああもう先輩早く早く。ちょっと待てよ。でね、部長の野郎、俺と先輩を計りにかけようとしてるんですよ。いくら俺が優秀だからって先輩を差し置いて極秘プロジェクトに関わるなんてできるわけないじゃないっすかね。そうだな。さっきから自慢ばっかりじゃねえか。そんなに俺バカにされるか。ああ？ん？どうした？先輩、今俺のことうるさいって思ったでしょ。そんなこと思ってないよ。うそだ。先輩は俺のことが嫌いなんで、俺たち死ねばいいと思ってるでしょ。思ってないよ。死ね。いいですよ、いいですよ。そうやって俺のことをのけ者にすればよさ。お前ちょっと飲みすぎだぞ。そろそろ帰ろう。明日も仕事なんだから。いやー、そうやって俺を返して自分だけ女の子のいる店に行こうとしてるんだ。キャバっすか、ソープっすか、それとも SM っすか。SM でいいよ。SM ない、SM。ああ、いいですよ。俺はね、そういうお店に行かなくてもモテるんだから。いや、ほら、K の何でしたっけ、メルセデス、アウディじゃない、ホンダ欲しいな。あ、そうそう、ダイハツ先輩でしょ。鈴木な。あ、そうそうそう、スバル先輩。だから鈴木な。あの人ね、俺に気があるんですよ。そこの前なんて、お弁当に入ってて嬉しいメニューは何なんて聞かれて、だから俺言ってやったんす。マオナスとイクラとセロリと牛乳ですってね。今度持ってくるんじゃないっすかね。俺は宮下をタクシーに乗せ一人で帰らせた。もちろんタクシー代はあいつの財布から出しておいた。
当然だ。なんであんな奴に。俺はいつもより遅い時間の電車に乗り、地元の駅に向かう。コンビニで水とおにぎりを買い、いつもの道をいつものように帰る。いつまでも本社勤務でいられると思うなよ。あの女、俺に報じっすよ。ついてさん、顔が死んでますよ。しかし、今日のことを思い出すと腹が立って眠りそうにないと思い、途中にある一軒のスナックに入って頭を冷やすことにした。今にして思えば、俺はこの夜、まっすぐ家に帰るべきだったんだ。いらっしゃい。店は外装とは裏腹にシックで落ち着いたイメージだった。スピーカーからはシャンソンが鳴り響き、どこか懐かしささえ感じさせる雰囲気だった。何にする？じゃあビールを。うちはウイスキーしか置いてないんだ。外の看板見なかった？あ、そうなんだ。じゃあ水割りで。はいよ。ママは美人だがぶっきらぼうで、サービスなんて言葉を知らないんじゃないかと疑うほどだった。だけどこの夜は冷たく突き放せれる感じがどこか心地よかった。そうして 1時間くらいが経ち、3杯目のウイスキーを飲み干してくれた。お客さん、ひどい顔だね。あれ、そんな顔してちゃ幸せなんざ逃げてっちまうよ。今日は特別なんだ。会社でいろいろあって。違うね。あんたがついてないのは何も今日に限ったことじゃない。あんたがこの世に生まれてから死ぬまでだよ。あんたは一生幸せになんかなれないさ。ちょっとあんたね、言っていいことと悪いことがありますよ。誰が不幸顔だって、誰が一生不幸せだって。冗談じゃないよ。なんでフラッと入ったスナックのままにんなこと言われなくちゃいけないんだよ。落ち着きなよ。バカにされて落ち着いてなんていられるか。ここだよ。あ？あんたの人生ここで決まるんだよ。何を言ってるんだよ。俺の人生がここで、このスナックで決まるだって。そうだよ。ふざけんな。ふざけてなんかいないさ。私はいたって真面目だよ。あんたは今夜変わるんだ。毎日ヨレヨレのシャツを着て出社しては部長に怒鳴られ、後輩からはバカにされ、女なんて寄りつかない。そんな人生を変えるのは今夜この瞬間さ。それはいいんだ。言い訳なんざ聞きたくない。大事なのはやるかやらない。あんたはどっちを選択するんだい。勝ち組か負け組か、簡単なことだろ。変わりたい。なんだい。変わりたい。金が欲しい、地位が欲しい、名誉が欲しい、女が欲しい、欲しい欲しい欲しい。よく言った。あんたはこの瞬間から成功者。この後のことはあまりよく覚えていない。思い出そうとすると頭にもやがかかっているようになってしまう。思い出せるのは美人ながらもどこか冷たさを感じさせるママの顔と口に残るウイスキーの芳醇な香りだけだった。おはようございます。翌日俺は普通に出社した。別に前日のことを忘れていたわけじゃないが、何かが変わるとも思っていなかった。ママのことを信じていなかったわけでもない。ただ周りがどうのこうの言うことじゃなくて、自分が変わりたいと思うこと、これがママの言いたかったことじゃないかと勝手に解釈していたかったんだ。パイセン！あ、ちょっと待って、先輩。あー、宮下、おはよう。昨日はちゃんと帰ったか。何のんきなこと言ってんすか。部長が真っ赤な顔して先輩のこと探してましたよ。え、部長が。先輩、何したんすか。いやいや、別に何かした記憶はないんだけどな。先輩、お元気で。え、先輩におごってもらった酒最高にうまかったっす。いやいや、これこれこれ、やめろよ。続いて部長、おはようございます。おはようございますじゃないよ。続いて、お前が出した企画が社長に認められた。
え、早速だが今日から特別チームを作って企画を進めてもらう。お前がチームリーダーだ。使いたいと思うやつを選抜して臨んでくれ。先輩が？俺がリーダー？社運をかけた企画だ。多分だぞ。はい、頑張ります。先輩、やりましたね。成功させれば一気に出世コースですよ。って、あれ先輩、本当に、え、本当に変わった。その日から俺を取り巻く状況は一変した。文字通り一変だ。社運をかけた企画は大成功。俺は一気に出世競争のトップに躍り出た。手掛けたプロジェクトは次々に成功。同期入社の中で一番に昇進し、今まで俺のことをバカにしていた宮下は俺のご機嫌取りに忙しい。いやー、ついてさん、足元が汚れていらっしゃる。ちょっと今すぐ磨きますね。あ、失礼いたします。部長は自分の娘を俺の妻にと言ってきたが、冗談じゃない。今の俺は女なんて選び放題。元モデルどころか国民的美少女って俺の前で這いつくばる。靴を舐めろと言えば喜んで舐め上げるだろ。しばらくすると外資系の企業からヘッドハンティングの話が来た。もちろん俺はそれに乗った。不愛想な企業体で失敗すれば全てを失う。ただ今の俺は失敗なんてしない。あの日悪魔と契約を交わした俺には失敗なんて起こるはずがなかった。そうして年収は軽く1億を超えた。俺は独立し自分の会社を設立した。会社はすぐに軌道に乗り、株の値はつり上がり、東証一部上場を果たした。個人資産は2000億まで膨れ上がった。俺はやった、勝ち組だ。負け犬の姿すら目に入れることができない高みに登った。遥か下に米粒くらいの人間が見える。いや、もう人ではない、セミだ。俺のために働き金を生み落とすセミだ。その短い一生を俺に捧げろ。働け働け、俺のために働け。地位も名誉も金も全て俺のものだ。もう俺の手に入らないものなんてない。お前らはただ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 畜生と泣けばいいんだ。ついてさん。ん、地味は鈴木です。同じ会社で経理をしていた。ダイハツね。お久しぶりです。ついてさん、お仕事も順調そうで何よりです。何？え、なんか用でもあるの？いえ、たまたますれ違ったの。騙されないよ。え、お前たち女はそうやって純朴そうな顔で男を騙すんだ。しかも今の俺は表現できないほどの金持ち。俺と結婚すれば赤いものはないってか。いいぜ。え、結婚してやるよ。でも俺の金は俺のもんだ。お前の好きには使わせないぜ。かわいそう。あ、ついてさん、かわいそうです。俺がかわいそう？そうです。何がおかしいんですか？何が？面白すぎるぜ。俺がかわいそう？マジで現実だ。あの時の優しくて心が綺麗なついてさんはいないですね。うん、私ついてさんのことが好きでした。今でも好き。でも今のついてさんはあの頃のついてさんじゃない。さようなら。あの頃の俺。
地位も名誉も金も手に入れた。女だって俺の依頼だ。ただ一人を除いて俺は全てを手に入れた代わりに何を失ったんだろう。考えても考えても答えは出ない。社会は今俺を中心に回っている。いや、俺を回しているのか。社会はここにいることを許してくれない。ここにはきっと何かがある。俺のなくした何かが。頼む、ここにいさせてくれ。俺は死にたいんだ。あのセミどもが泣いている。畜生と泣いている。俺は何だ。人間か。いや、俺もセミだ。なくしたものは何だと。あの頃の俺はどこだと。なくセミだ。全てを手に入れるなんて無理なんだ。畜生畜生畜生。